桜町停留場は、長崎県長崎市桜町にある、長崎電気軌動桜町支線の路面電車停留場である。駅番号は44、3号系統が停車する。当停留場は1919 19年に、文語町停留場として開業した。1921年には、小川町停留場に改称。停留場名は、小川町と呼称するが、実際の町名は、 小川町で誤りが定着したものであった。当時の停留場は、京の浦公園近くにあり、桜町支線は、東停留場から先、ホタル茶屋支線との接続点にあたる小町停留場に向かって、峠を越えていた。路線は、東停留場の先で40パーミルの上り勾配に、差し掛かり、桜町公園の外周に沿うように90度右折して、ピークを迎え、そこで、 国道34号と交差。その後は40パーミルの下り勾配に転じて、小町へと通じていた。この峠の頂点にあたる場所には、桜町停留場があり、東停留場に先んじて桜町を名乗った。峠越えの区間は、戦後の1954年、国道34号との交差部が立体交差化したことにより廃止。桜町支線は、 東停留場から公海堂前停留場に向かって、霧通しの中を通り、国道の下を抜けるようになった。この時あたり停留場は移設、桜町停留場は廃止されている。代わって、東停留場が桜町と称するようになったのは1966年のことである。東停留場は3号系統のみが停車するため、事故等で3号系統の運転が休止されると、 東停留場に停車する電車はなくなる。3号系統の電車は2007年から2016年までの10年間に4回、公開道前停留場の交差点で脱線事故を起こしていて、運休により東停留場の乗り場が閉鎖されたこともある。桜町停留場は、平用軌道区間にあり、道路上にホームが設けられる。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟んで、 向かい合わせに配置されている。線路の北側にあるのが市民会館、ホタル茶屋方面行き、南側にあるのが長崎駅前、赤はさ方面行きのホーム。2003年にはホームの上屋がテント式から景観に配慮したシェルター式に改修された。長崎電機の調査によると1日の乗降客数は以下の通り、長崎市役所と長崎放送本社の 最寄り手流場で市役所を訪れる市民やテレビ局で開催されるイベントに行く人の利用も多い。近くには桜町公園や長崎市立桜町小学校、長崎県立長崎図書館がある。1954年に廃止された急線跡は一部が道路としてそのまま残っている。峠の頂点から小町に向かう下り坂の一部は 勝山市場の通路として利用されていて、40パーミルの勾配も、王子のままである。ABCDE デングリ、宮川2000 P、P76 ABC 200、ABCDEF 今尾2009、P57、岡田翔平。路面電車の電停西浜町なぜ2つ朝日新聞、P30ABCDEF デングリ2005、P74 ABC 200、ABCD100 年市。 P128ABCDE 電んくり 2005P75 乗り物ニュース編集部10年で4回脱線長崎の路面電車事故現場のカーブ間は11月再開へ乗り物ニュースメディアバーグ2017年7月18日閲覧 ABC でんくり 2005P157 七タク2 0 0 5 p 1 5 6 a b 百年 4P130 ABC 川島2 0 1 3 p 4 8八百年史 p 1 2 0百年史 P125 ありがとうございます。